おいおい、君丸、おめえも少しは大人になるよ。一言謝っちまえば済むことなんだからよ。やだ、謝らない。だいたい時間に遅れてきたママが悪いんじゃないか。なんだ、僕が謝らなくていけないんだよ。ももちゃんのことどうしましょう。ほっときなさいよ。一人で頭冷やした方がいいのよ。でも、いつまでも意地張ってんじゃねえよ。おめえが追っかけねえなら俺が行くぜ。好きにすればいいだろ。おう、そうか。それじゃあ好きにさせてもらうぜ。あ、待ってください、サルキッツさん。なんだ、青犬。今夜は商店街の先にある白崎旅館に宿を取ってありますから、そこにももちゃんと行っててください。私たちも後で向かいますから。お、わかった。これって何？仲間割れ？こんなこと初めてですね。ま、気にしても始まんないわ。そうですね。こうしててもしょうがないですから。君丸様、とりあえず宿に行きませんか？うん、そうね。美味しいものでも食べて3人でパーッとやりましょう。お会計。大体さ、ママはいつもそうなんだよ。忍びの里にいた時だって山に入ってなかなか帰ろうとしないんだ。はいはい、それで捜索隊が編成されたわけね。そうなんだよ。もう途中でママが疲れて寝ちゃったから僕は背負って帰ったんだよ。でも里に帰って怒られたのは僕だけなんだよ。本当はママ起きてたくせに怒られるのが嫌だからさ。寝たふりしてたのね。そうなんだよ、ひどいよ。次の日だってさ、その子は、ああ、これでこの話15回目よ。17回目です。まあどっちでもいいか。まだ続くんでしょうか。久しぶり楽しく騒ごうと思ったのに。これじゃ5人でいる方がマシじゃん。ちょっと2人とも聞いてる？はいはい。桃と猿吉、今頃何してるのかしら。同じ宿にいるはずなんですけど。だいたい桃はいつもそうなんだよ。だいたいね、君丸はいつもおせっかいなのよ。忍びの里の山奥にカモシカを見に行こうとした時だって勝手についてきたんだろ。そうそう、途中で蜂の巣にぶつかっちゃうから蜂の大群に追いかけられるし、悲鳴でカモシカは逃げちゃうし、あげくの果てに川に落ちちゃった。それで笑ったら君丸が泣いたんだろ。おかしかったから笑っただけなのよ。昔から泣き虫だったのよ。何回同じ話聞かされるんだよ。こんなはずじゃなかったもんな。せっかく二人きりになったんだからよ。なんかもう、サルキチ、サルキチ、え、ちょっとサルキチ、ちゃんと聞いてる？あ、はいはい。こんなことならいつもの方がマシじゃねえの。決めた。どうした、モモ？お風呂に入ってくる。いってらっしゃい。サルキチ、覗かないでよ。いや、覗く気分じゃねえよ。やっと解放されたか。そういや、おいねや君はどうなってんだ。ちょっと様子でも見に行くか。あ、サルキチさん、こちらでしたか。おお、よかった、探してたのよ。君丸の様子はどうだ。もう最悪。君丸ったら愚痴ばっかり言ってるんだもん。そっちもか。早いとこ仲直りさせないと。こっちが持たねえぜ。困りましたね。ところでママはどうしてんの。お、今風呂に行ってるぞ。それじゃ君丸様と一緒。一緒。ああ、いいお湯、気持ちいいな。それにしても、君丸もあんなに怒らなくったって。それ遅れたのは悪いと思うけどさ、あんな言い方しなくたっていいじゃない。いいよ、もう考えるのやめた。すみません、どなたかいらっしゃいますか。9時から露天風呂が男湯になりますよ。いいですね、大丈夫です。
待たせしました。どうぞ。すいません。ごゆっくり。こうなったら私たちで仲直りさせるしかありませんね。縁側でお月見でもしながら今後のことを話し合いましょう。しょうがないわね。サルキチ行くわよ。なな、君丸のやつ見たと思うか。もうつまんないこと言ってないで早く来なさい。いいな。今宵は満月、久しぶりに美しい男の血が吸いたいものだな。ん？あの辺りに男の匂いがする。それもかなりいい男のようね。また私の可愛いしもべが増えるのか。どんな男か楽しみだ